はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、またカインズで売ってた便利なものをちょっと紹介しようと思います。それは今度はこれ、何かというとこれメジャー巻き尺ですね。これなかなか優れものだったのでちょっと買ってみました。これね、どの辺がいいかというと、見た目は普通なんですね。ここに窓がついてます。実はこれがかなりの、優れもので、見た瞬間に、これ欲しいなと思って、価格だいたい600いくらか700円しないぐらいだと思ったんですが、買ってきてしまいました。はい、どんなものかというとですね、これ普通にここ引っ張ってメジャーのように使います。やっぱりちょっとなんか普通のより他のよりも硬いような気もするんですけど、しょうがない。で、ここを押せば戻るというのも同じです。ね。こういった巻き尺がこれが怖いんですけどね。これも、そこも一緒。ただ、これのいいところはそういう部分ではなくてですね。巻き尺で測るとき、例えば、ここにある。これはね、別のこう角度を測るベベルプロトラクターっていうんですけど、これを長さを測るときにね、普通こう、ここの端っこにこう引っ掛けてですね、引っ張りますと。こうやってを長さが12センチというふうにわかる。ですが、メジャーってですね、こう箱の内寸で測りたいときがあるんですよね。例えば、ここから測るんですけど、ここまでの間、箱になってるものを測りたいとき。そういうときに実はかなりな便利なものです。こういう箱ですね。これね、今箱でやってますが、部屋なんかもできる。どうするかというと、端っこにこう当てますと。で、内寸測りたい時っていつも本当はこうに大きく持ってきてこうやってやって、ここの数字を読まなきゃいけなかった。これ箱だからまだできるんですけど、部屋だとここの本体が邪魔で測れないんですね。しかしこのメジャーは当たるところまで持ってきますと。そうすると何度ここに書いてある数字がこの内側の寸法になる。つまりここの本体の分を足した分ですねが、ここに現れるようになっているという、なんと優れものになります。この時は 25.6 ミリということですね。ミリ、ごめんなさい、センチということですね。 25.6 センチ。これ今箱なんでね、今みたいにこう本当ははみ出してもいいですけど、ここがもし部屋の壁だった場合に、家具の大きさとかを測るときにですね、こうできないですね、これ邪魔だから。でも今回これだとですね、本体分を足した数値が出るという、なんと優れものになっています。これね、カインズで売ってます。ぜひ、商品名が何て言うんでしょうね。内寸測定窓付きコンベックスというね、名前になってます。ぜひ、これ一つ持っておけばですね、本当に家具を置くときも便利なので、ちょっと探してみてお試しください。それでは。